あのホームセンターコメリさんで買えるキャンプ道具でおすすめ商品をピックアップしてみました。どうもやみつき松本です。ということで本日はホームセンターのキャンプ道具編なんですけども、みんな大好きコメリさんのお話でございます。コメリさんね、ご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思いますけども、実は私ねあまりコメリのイメージないかと思うんですけども、お仕事でキャンプ場の開拓を手伝っておりまして、実はコメリさんは毎日お邪魔させていただいて、まあ主にね工具類を購入させていただいたり、あの農機具をね購入させていただいたりということで、おそらくかなりのコメラーだということは言っても間違いないんじゃないかなと思いますけども、今回ですねそんなコメリさんからちょっとお話をいただきまして、この商品ちょっと使ってみて感想くださいということで2品ね商品をサンプルの方を送っていただいたんですけども、まあねいろんな方の動画見ていただいて、他にもねレビューされている方たくさんいらっしゃると思いますが、まあそれだけじゃねちょっとやみつきとしては弱いというところで、ちょっとねコメリさんに無理にお願いして、コメリ商品の中でおすすめのキャンプ道具ということでピックアップいただいて、本当は撮影禁止なんですけども実際に店舗に行って撮影させていただいて、その商品がねどんな商品なのかというところをね皆さんとまとめて共有していければということで動画を撮っております。サンプルに関しましてはね実際今ね外に出てきておりますので、実際に使ってみてこんな商品だよというところまで一緒に見られると思いますが、今回の動画はですねサンプル使ってみてくださいということで送ってきていただいたものをねまず2品一緒に見ていった上で、他にもこんな商品はありますよといった形で、まあ、店舗の、ね、画像を交えて皆様と情報共有していければと思いますので、特にね、コスパの高いキャンプ道具をお探しの方はですねぜひ動画最後まで見ていただければ、コメリこんな商品あったのということでおそらく感動していただけるかなと思いますので、よろしければ動画最後までご覧いただければと思います。ということで早速ですけども、まずは2品からねピックアップしてみていきたいと思います。それではですねコメリさんの方2種類のアイテムをちょっと使ってみてくださいということで送ってきていただいてますので、そちらの方を一緒に見ていきたいと思います。まずね1品目として見ていきたい商品としましては、ステンレスの焚き火ストーブレギュラーという商品です。でこれ二次燃焼構造でコンパクト収納ということで収納バッグがついたもので、なんとなくねこのビジュアル見ればピンとくる方もいらっしゃるかと思うんですけども、この手のタイプのストーブコメリさんでもねいくつかサイズ別に展開しておりますので、またね後ほどおすすめ商品の時に一緒に見ていければと思うんですけども、早速ですが開けてみたいと思います。よっと、はいこんな感じ、ショット、はいこれが全貌になります。思ったよりサイズ感は大きいかなと思いますが、よいしょ、で中をすべて開けるとこんな感じのパーツに分かれております。これが一番底面になるのかなと思いますが、さらに分かれた、はいこんな感じですね。はいこれがこのストーブの全貌となります。まずですね組み立て方としましては、この横についている一番径の大きいものが一番下になります。そしていかにも二次燃焼っぽい構造をしたこれをかぶせて、径が大きい順に銅、あこれを中に入れてこうか、こんな感じにしていくとまあ完成いたします。まあ組み立てとかは特別難しいものではないです。見るとこんな感じです。でナチュラルシーズンというブランドで展開しているアウトドアグッズなんですけども、お得がついておりますので、これでストーブを使って調理煮炊きもできるというところでございますが、まあ、最大の特徴と、まあ、注目したい点としましては、このね二次燃焼部分がどこまで機能するのかというところは気になりますね。で、下のね底面の部分もここね、メッシュになっておりますので、結構ね穴の大きいメッシュですので燃焼効率はいいんじゃないかなということは予想されますが、これに関してはねちょっとこの後、火入れをしてですねどんな感じかというところを見ていきたいと思います。これがね1品目のストーブね、お探しの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いろんなメーカーからね出ておりますので、まあそれの選択肢の一つとしてというところではございますが、ご紹介しておきます。それからもう一品ですね、2品目にご紹介しますのはこちら、これもナチュラルシーズンの薪スタンドです。でこちらを開けてみますと、よいしょと立てて、でトライポッドのようにこう交互に広げる感じになっておりまして、よいしょ、はい見えるかな、でこの布をかぶせるとこんな感じの商品でございます。まあすごくシンプルな商品ではあるんですが、まあキャンプサイトのねサイト脇に薪を置いておくスペースですとか、さらに言うとこれ自体が、取っ手がついていて薪バッグとしても使えるということで、薪バッグで持ってきた薪をそのまま、薪置き場に置くような使い方もできます。はい、でどちらの商品も非常にシンプルな商品なので、なんとなくイメージは湧くかなとは思いますので、
ので深くは掘り下げないんですけども、まあ、実際に、ね、今日1日ちょっと使ってみてまとめの部分で、使い勝手というところは、お伝えしようかなとは思いますが、今のところね、まあ、シンプルで使いやすいんじゃないかなというところはございますし、それほどね癖のない商品ではありますので、もしね身近にコメリがあってこういった商品をお探しの方がいらっしゃいましたらね、こちらも選択肢の一つとしては面白いんじゃないかなと思います。まあ、この2品がですね、ちょっと今日ハリとシェアリングに来ておりますので使いつつダラダラしたいと思うんですけども、その他の商品に関しましてはですね、実はコメリさんの方からおすすめ商品というのを聞いて、私の方で特別な許可をいただいてですね、店舗の方で写真撮影をしてきましたので、こちらの方と合わせてね一緒に見ていければと思うんですけども、キャンプ道具の商品多いんですけど、私はね何店舗か回ったんですが、通常のコメリにはね正直あまりなかったです。もしかしたら品揃えとしてないのかもしれないんですけども、今回私が見つけたのは、まあ、近所にねたまたまできたパワーコメリさんの方にフルラインナップ揃っておりましたので、そちらの方気になるところ一緒に見ていきたいと思います。まずですね、こちらのこのステンレス焚き火ストーブに関しましては、これがレギュラーという商品なんですけども、レギュラーの大きさはね4980円で販売していたんですが、個人的にね一番注目はですね、ステンレス焚き火ストーブの一番でかいやつ、いわゆるレンジャークラスの大きさのものも売っていました。19,800 円で売っていましたね。これはとても気になりましたね。なんでストーブに関しましては結構ね他社製品もあるんですけども、レンジャークラスの大きさのものですと、なかなかねないかなと思いますし、コメリさんでね身近に見て買えるというのは非常に嬉しい商品だと思いますので、こちらの方はね、注目商品として個人的にはねおすすめいたします。ちょっとね探している方は見ていただければと思います。でコメリさんの、おすすめ商品の中の1品目としましてはですね、アウトドア薪セットというものがありました。ウッドヤーン付きということで、いわゆる、着火に役立つホワホワがついた、薪とのセットになっております。薪の大きさが15センチというところもあって、これからね薪ストーブにチャレンジしてみたいという方にもねおすすめのちょっとちっちゃい薪ではあるんですけども、約 1.5 キロがセットになって税込みの498円ということで、コメリさん的には結構これおすすめの商品ということになっておりました。そしてこちらのねアウトドア薪スタンド&キャリーなんですけども、これね値段は店舗では1980円になっておりましたんで、そちらも合わせてチェックしてみていただければと思います。今薪の話が出たんでちらっと言っちゃいますけど、なんかね薪ストーブも売っていたんですよね。で煙突角型ガラス窓付き角型ストーブということで19,800円で売っていたので、まあ、見た感じアイアンかなとは思いますが、コスパ的にはね面白いもんじゃないかなと思いますので、薪ストーブをお探しの方はちょっとコメリさん店舗でも見られるかもしれませんので、そちらの方もチェックしてみてください。それからインフレータータイプのねマットレスもあるということで、クイックエアーマットレスデラックスという商品もおすすめ商品としてピックアップしていただきました。これは、バルブを開くと自動で膨らむインフレータータイプの、マットなんですけども、お値段が4980円と手に取りやすい価格に設定されております。でよくね私とかだとベントラックスさんの同タイプのインフレータマットをね長く使っているんですけども、ワックさんとかベントラックスさんは、まあ、8センチの厚さのものが比較的スタンダードなものとして展開されているかなと思います。このナチュラルシーズンで出ているマットレスに関しましては5センチということでちょっと薄いかなという部分はございますが、その辺はねトレードオフで価格も安くなっているというところですので、エアマットしか試したことないという方はねインフレータマットを試してみるとちょっとびっくりすると思うんですけども、寝心地はねかなりいいものとなっておりますので、ウレタンフォームが入っているのでね比較的贅沢な寝心地ですので、ちょっと試したことないという方はちょっとこちらを試してみるのもいいのかなと思います。個人的に気になったところでいきますと、通常のね折りたたむタイプのマットもナチュラルシーズンさんでありました。こちら1980円となっておりますけどもね、今年ダイソーさんとかでも同タイプのもの出たんですけども、ホームセンターのねカインズホームさんとかで展開しているようなマットと同じタイプで、片面がね銀色の熱をねよく反射してくれるものになっておりますので、まあ、断熱性に関しましてはダイソーさんとかに比べるとだいぶいいんじゃないかなと思います。で各ホームセンターさんとかでね出ているこういった折りたたみタイプのマット実はいろいろ買い揃えておりますので、また比較動画とは別途出したいとは思いますけども、こういったものもねコメリさんでも展開しておりました。そしてコメリさん的おすすめとしましては、ナチュラルシーズンの
ステンレス焚き火コンロということで、これもねよくあるタイプのやつなんで、まあここの辺は深くはちょっと掘り下げませんけども、こういった商品も販売しておりました。こちらは灰受け付きでコンパクト収納ということになっております。そしてさらにコメさんのおすすめは焚き火台マットということで、まあこの辺は一つあってもいいかなと思いますので、身近に買えるのは嬉しいかなと思いますが、大きさも2段階のものが用意されていて、まあしっかりしたものを持っていないという方はコメディさんで探してみるのもいいんじゃないかなと思います。ちなみにカーボンフェルト製のものですので、私もねカーボンフェルト持ってないんで試しに1個買ってみようかなと思いました。そして、コメディさん的おすすめアイテム、これ結構個人的にびっくりしたんですけども、軽量アルミキャンピングローコットということで、コットも実はコメディさんに売っています。コットに関しましては、よくある足の高さが変えられる 2way タイプではないロータイプのみのコットとなっておりますけども、価格が8,800円で耐荷重が80キロということになっております。まあ、私クラスの巨漢ですとねちょっとおすすめはできないかなと思いますが、どうでしょうね、足の高さが変えられないコットでしたら、まあ、他にもある程度の価格のものあるかなと思いますので、この辺はね好みかと思いますけども、買いやすさですとか実物を見て買いたいという方はですね、コメリさん特にパワーコメリの方に行ってちょっと現物見ていただければなと思います。お値段8800円です。そしてコメリさん的おすすめとしましては、連結できる寝袋ということで、寝袋もですね12度まで耐えうるやつと10度まで耐えうるやつが2種類展開されておりまして、価格もね12度が1680円で10度が2480円という展開で販売されておりました。もう大きさ的にね化学繊維でできているものであることは間違いないですし、この辺に関しましても、まあ、連結できるということでファミリーキャンプとかに行った時にね2個ファスナーでね連結できるという特徴はありますが、まあ、この辺もね正直いろいろなね選択肢は今となってはあるかなと思いますので、こういった商品もあるんだ程度で大丈夫かなとは思いますが、気になる方はちょっとお店の方を覗いてみていただければと思います。まあ、洗えるという点は非常にメリットかなとは思います。はい、ということで、まあ、今までねちょっとコメリさんのおすすめ商品と私が気になったアイテムということでご紹介してきましたが、最後にね私がねコメリさんで一番使用しているアイテムはこちらです。これご存知でしょうか、細割り巻きという商品でございます。で中にはねこういったものが入っている段ボールなんですけども、23センチっていう大きさがね絶妙なんですよ。でこれに関しましてはね今年薪ストーブを初めて使ったということもありまして、薪ストーブだと長さによっては、薪がそのまま入らないことが多くて、で薪をねいちいちこうノコギリで切ったりしなきゃいけないという手間が発生することもあるんですけども、私の場合はですねもうそれを見越してこの23センチ薪ちょっと尺がちっちゃいんですよね。なのでこれでしたら、まあ、薪ストーブにもそのまま突っ込めますし、ある程度しっかりした薪ということで広葉樹使ってますので、焚き火台も焚き火台によってはですね薪がねはみ出てしまったりそのまま入れられなかったりってことがあるんですけども、この23センチ薪の広葉樹は非常に使いやすいサイズ感で個人的には一番おすすめできるかなと思って使っております。はい、ということで今回はですねコメリさんの中でですね使ってみてくださいということで2品を中心にですね、コメリさんとのお話の中でおすすめピックアップとして、店舗の様子を交えながらご紹介させていただきました。コメリさんにねこんな商品あったんだということでちょっと気になるものもあった方もいらっしゃると思いますし、他のホームセンターでも同様のものを売ってたよみたいな情報もあると思いますので、よろしければですね動画見終わった後コメント欄にあなたのおすすめのホームセンターアイテム、コメリさんだけではなくていいのでぜひね一品コメントで教えていただけると幸いです。ということで、このチャンネルではですね主に100円ショップのアイテムですとかワークマンさんなどですね初心者にも嬉しいコスパの高いキャンプ道具のご紹介をしております。その他にもですねキャンプにまつわるいろいろな情報をまとめて、キャンプを始めたいですとか、キャンプ始めたけど何を買っていいかわからないという方の参考になるような動画を作っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ということで以上、やみつき松本でした。じゃあね。